こんにちは。今日の講義は書籍、仕事のスピード・質が劇的に上がるすごいメモについてです。この本はサントリー、イエモンを含む数々の名作 CM やヒット商品の裏に隠されたメモに焦点を当てています。仕事のスピードがついていけない。急に大勢の前でプレゼンをしなければならなくなった。アイデアが全く湧かない。若手メンバーが苦しんでいる。そんな時、自分を救ってくれるのがメモ術です。この本を読むことで、一生役立つメモ術を身につけることができます。著者は、広告業界でオファーが絶えない気鋭のコピーライターであり、自身のハイパフォーマンスを支えているメモ書きについて解説しています。常時数十もの案件を同時並行で進め、期待以上の結果を出し続ける彼の手法の中心には3つのポイントがあります。まずは、情報をシンプルにまとめて整理するまとめもです。次に、クリエイティブな発想を引き出すつくメモ、そして最後に、人に伝えて心を動かす伝メモです。これらのポイントを中心に、著者は実際のメモを交えながら、打ち合わせやアイデアのまとめ、説明や説得の際にどのようにメモを活用すればよいかを解説しています。さらに、本書では著者と親交のあるメモの達人である作家伊坂幸太郎氏との対談も掲載されています。これにより、より深い洞察が提供されています。本書の内容は、人生を変える14のメソッドにも具体化されています。それぞれが独自の特性を持ち、仕事の効率やアイデアの生み出し方に役立つものばかりです。矢印や記号、吹き出し、漫画メモ、スピーチメモなど、様々な手法が紹介されています。この本を読むことで、仕事のスピードと質を劇的に向上させるための道具が手に入ります。ぜひ、自分の仕事に役立ててみてください。この本がもたらす効果を考える際に、まず挙げられるのは、仕事やプロジェクトの効率向上です。メモ術を使いこなせるようになることで、情報の整理やアイデアの出し方がスムーズになり、作業の進行が円滑化されます。特に、著者が解説する3つのポイント、つまり、まとめも、つくメモ、つたメモをマスターすれば、情報処理や発想力が飛躍的に向上するでしょう。また、この本は単なるノウハウ本ではなく、実践的な方法論を提供しています。具体的なメソッドやテクニックが豊富に紹介されており、読者はそれらを自らの仕事や日常生活に適用することができます。この実践的なアプローチが、読者のスキルアップに大きく貢献することでしょう。さらに、この本は創造性やイノベーションの促進にもつながります。クリエイティブな発想を引き出す、つくメモや、人の心を動かす、スタメモなどの手法は、新しいアイデアやプロジェクトの立ち上げに役立ちます。また、他者とのコミュニケーションやプレゼンテーションにおいても効果的なメモ術は重要です。それらが成功につながれば、読者のキャリアやビジネスの発展に寄与することでしょう。さらに、この本は読者の自己成長や自己管理にも影響を与えるでしょう。メモを通じて情報を整理し、自分の考えを整理することは、自己認識や目標設定に役立ちます。また、本書に登場する様々なメソッドやテクニックを継続的に実践することで、読者は自己改善のプロセスを経験し、成長を実感することでしょう。この本はチームワークやリーダーシップの向上にも寄与します。メモ術を共有し、チーム全体で活用することで、情報共有や意思疎通がスムーズになります。また、メモ術を駆使したリーダーシップは、チームの方向性を明確にし、メンバーのモチベーションを高めるでしょう。このように、本書は仕事の効率向上だけでなく、創造性やリーダーシップ、自己成長など様々な側面に影響を与えることが期待されます。読者が本書のメソッドを理解し、実践に移すことで、これらのメリットを享受できるでしょう。そして、最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、健康でなければ何も成し遂げられないからです。体が健康でなければ、どんなに頭が良くても、仕事や勉強に集中できませんし、充実した人生を送ることも難しくなります。そのため、美容と健康管理は重要な要素であり、日々の生活に取り入れるべきです。美容や健康管理に特化したサービスとして、ライザップ、結果にコミットプライベートジムが挙げられます。このプライベートジムの特徴は多岐にわたります。
まず専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが行われます。個々のニーズや目標に合わせたトレーニングプログラムが作成され、トレーナーが丁寧に指導します。これにより効果的なトレーニングが行えます。また食生活やメンタルのマネージメントも重要な要素として取り入れられています。トレーニングだけでなく食事や心の健康もトータルでサポートされます。さらに30日間無条件全額返金保証がついています。自信を持ってサービスを提供している証拠であり、利用者の安心感を高めます。トレーニングの頻度も無理のない週に2回、1日50分のトレーニングです。これにより忙しい生活の中でも継続しやすい環境が整えられています。無料カウンセリングも行われており、利用者のニーズや目標に合わせたプランニングが行われます。完全個室のプライベートな空間で行われるため、プライバシーも守られます。このジムはマンツーマントレーニングを提供するため、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にもおすすめです。トレーナーが作成する専用プログラムや無理な食事制限がない点が特徴的です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れることができ、リバウンドしにくい体作りが可能です。以上のようにライズアップ結果にコミットプライベートジムは、個々のニーズや目標に合わせたトレーニングやサポートを提供し、健康的な生活を実現するための効果的な手段です。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。